20年以上前から毎年10月10日に行われているトト祭り。新型コロナウイルスの影響などで5年ぶりの開催となり、会場には鳥羽市内外から飲食や物販など12の店舗が出店しました。今年は持続可能な祭りをテーマにしていて、紙製のカップや木製のスプーンなど環境に配慮したもので商品が提供されたほか、海の環境を守ろうと鳥羽の魚を使ったホットドッグやお弁当なども販売されました。会場には朝から多くの人が訪れ、海辺でグルメを味わいながら鳥羽の景観を楽しんでいました。それぞれのお店のことも知っていただきたいですし、この場所も知っていただきたいので、いいきっかけになればいいなと思ってます。全国旅行支援が始まりますので、ぜひ鳥羽に遊びに来ていただきたいなと思います。